角のアルミニウムのアニーリングによって111シリコンへアルミニウムが合金化した様子。様子を観察するためにアルミニウム層は化学エッチングによって除去してある。メタルゲートとは MOS 構造における金属のゲート。MOS 構造でのゲート材料として金属が用いられてきたが1970年代後半電気抵抗を下げるために高濃度に ドナーやアクセプターをドープされたポリシリコンがアルミニウムの代わりとして用いられた。ポリシリコンは化学基礎成長で容易に堆積でき、その後のメタルが耐えられない高温の製造プロセスにも耐えられる。また金属は熱アニールの間シリコンへ分散する傾向がある。111結晶方位を持つシリコンウェーハを用いた場合、アルミニウムとシリコン基板の合金化は アルミニウムの下の拡散したヘッドのソース、または、ドレイン領域と下にある基板への、金属接合あたりとの間で短絡を作り、修復不可能な回路の故障を引き起こす。このショートは、シリコンウェハーに向かって垂直に下に向いている、ピラミッド型のシリコンマイナスアルミニウム合金によって、作られる。シリコン状のアルミニウムのアニーリング温度の限界は、通常摂氏450度のオーダーである。 またポリシリコンは自己整合ゲートを簡単に作れることも魅力的である。自己整合ゲートではソースとドレインの同パント注入や拡散はゲートが作られた後に行われ、ズレの可能性がある付加的なリソグラフィーなしでチャンネルをゲートに完全に合わせることができる。NMOS とプモス技術においてゲート構造に与えられる性の電圧はまさに帯電したゲートのすぐ下での性に帯電した。 ナトリウム不純物をゲート絶縁膜に拡散させ、あまりまさに帯電していないチャンネル表面へ移動させ、正のナトリウム電化がチャンネル形成により大きな効果を持つ。よって N チャンネルトランジスタの式一致電圧を低下させ、徐々に故障を引き起こす可能性がある。それまでのプモする技術はこの効果に対して敏感ではなかった。 なぜならまさに帯電したナトリウムは負に帯電したゲートに自然に引き付けられ、チャネルから離れ、敷地電圧のシフトを最小化したためである。N チャンネル金属ゲートプロセスは、その時代では、達成が難しい非常に高い水準の正常度を必要とし、高い製造コストとなった。ポリシリコンゲートもこの現象に対して敏感だが、その後の高温プロセスの間、 少量の HCL ガスを流して、ナトリウムと反応させ、NACL を作り、ガス流でそれを取り除くことで、ナトリウムフリーなゲート構造を作り、信頼性を大きく高めた。しかし実用レベルでドープされたポリシリコンは、金属のようなゼロに近い電気抵抗が得られないため、トランジスタのゲート容量を充電、放電するのに、理想的ではなく、遅い回路となる。 45ナノメートルノードからインテルが先駆けとなり、こういう電率材料の仕様と一緒にメタルゲート技術が戻った。メタルゲート電極の候補として、ムモスではタ、タン、NB、プモスでは WN、ルオニがある。この場合、チャンネルでの歪み容量は良くなる。さらにゲートでの電流振動が小さくなる。ありがとうございます。